皆さんこんにちは。ビーレデンド管理栄養士のぬのめです。今日は、コンビニで買えるタンパク質が多く取れる食品10選を、発表していきたいと思います。ではですね、まず第10位からいきます。第10位はですね、今の時期はまだありますかね、肉まんです。肉まんは、1つでタンパク質が 9.2g 取ることができます。続いて第9位、ネギトロ巻きです。ネギトロ巻きは、1パックですね、1パックで、10.3g、取れます。続いて第8位、第8位は、魚肉ソーセージになります。魚肉ソーセージは1本で、10.9g のタンパク質が取れます。続いて第7位、似たような感じになりますが、ちょっとポークフランクですね、フランクフルトですかね、こちらがですね 11.5g 取ることができます。続いて第6位、ミックスサンドイッチです。ミックスサンドイッチは、1つでですね、13.9g のタンパク質を取ることができます。続いて第5位、焼き鳥缶詰です。焼き鳥の缶詰ですね、こちらはですね、1缶で 14.7g タンパク質が取れます。続いて第4位、飲むヨーグルト 500ml パックですね。こちらはですね、500ml1 パック飲みますと 15.5g のタンパク質が取ることができます。そして第3位、第3位はサンマの、かば焼きの缶詰です。こちらは、1缶で 17.4g タンパク質が取れます。そして第2位、サラダチキン、鶏胸肉ですね、胸肉のサラダチキン、こちらはですね、1パックで、29.8g 取れます。そして第1位はサバの味噌煮缶になります。こちらが 32.6g になります。それでですね、まあ今1位がですね、サバの味噌煮缶で 32.6g なんですけれども、もちろんこれ、味噌煮缶じゃなくって水煮缶でもいいですし、まあ、水煮缶の方がよりあのお砂糖とかも使っていないので、糖質が抑えれたりもします。で、1位が 32.6g だったんですけれども、ビールジェンドプロテインですね、こちらのビールジェンドプロテインはですね、1食で、フレーバーによって多少の差はありますが、どれも 20g 以上の、タンパク質が取れます。そして、脂質や糖質は、少ないので、効率よく、高タンパク源として、摂取することができます。今ですね、発表したものは、コンビニに実際に売られている商品のですね、成分を見て、発表したので、ものによって、メーカーによってですとか、ものによって多少誤差はあるかと思いますが、大体、似たような数字になるかと思います。ですので、タンパク質、摂取しなきゃってなった時には、今のですね、10選というのをちょっと、頭に入れておいていただくと、効率よく高タンパク質が、身近なコンビニで、取ることができますので、ぜひ、参考にしてみてください。では今日はこれで終わります。さよなら。